松口です。今回もマイベストプロ大手さんとのコラボ企画、今回の専門家プロはですね、めちゃくちゃ忙しい方で、大分にいる滞在時間すらもうごくわずか、今別件でそのプロがいらっしゃるんです、撮影をしてるんですが、そこにもうこっちが突撃もう潜入して、その合間の5分だけもらって、今回は取材というかお話聞いてみたいと思いますので、はい、こちら勝てて大分市萩原になります。勝ててというのは本当はクローズです。クローズしてます。いや閉まってます。別件で取材中です。そこに入ってきます。失礼します。画面で見えない。お顔を紹介したいのに、メガホン持ってるし、取材の規模感がすごすぎて、この携帯電話1台でやってる俺たちで、ちょっと現場が現場だから一回待とう。はい、はい、はい、じゃあ以上、あら、オッケー、準備は以上です。オッケー。大分縁結ぶ、なかなか出会いってないよな。私に会う人ってどこにいるんだろう。とんかつの女神様、大分には AI マッチングシステムがあるじゃない。大分縁結ぶで検索。素晴らしい、素晴らしい。先生、どうも、突然すいません。ちょっと待って、うわ先生、テレビで見たことある。僕もある、あるけど、笑顔の窓口さんでしょ。笑顔です。あ、そうか。ある意味合ってますけど、うん、あ、明かりのところに来ないですか。先生、爽やかー。どうでしょう、爽やかが服着てるって。俺は暑いと聞いてます。暑いと聞いてますが、辛みが暑苦しいでしょ。もうすでに思ったよりでも色味が爽やか。今日は待望の先生とのコラボなので、はい、ちょっと撮影後お時間ないと思いますが、うん、ちょっと5分だけお時間もらえませんか。先生ってやめて、カリスマって言こんな方です。とにかくもう婚活界のカリスマ。ありがとうございます。瞬間接着剤って言われる。くっつける。これがね、異名じゃなくてもう本当になんですよね。あだ名のね、婚活界の瞬間接着剤。はい、婚活界の松岡修造、歩くカップル製造機。こんな風に言われてます。ここまで言われる方ってそもそも日本にもあまり多くないわけでしょ。うん、だって私勝手に人に少子化対策っていうのをやってるような感じだから。これもあの2000組くっつけました。2000、うん、でも全てが結婚したわけじゃないけれども、うん、出会いを創出して、うん、その場で皆さんがペアになって帰っていった数です。2000、でそこから子供さんも生まれてるから、その子供さんのことをみんななんて呼んでるかっていうと、荒木ベイ。だから少子化対策なのよ、ちゃんと。素敵なことですよね。うん、まあそうやってね、こう命をつなぐ。いや、なんか感動しちゃってるんですけど、うん、だってね、生まれてくる命への投資なんですよ、私たちがやってることって。結婚応援とか出会いを作るっていうのは、その願望がある人たちが出会いでつまずいているので、はい、そこに出会いを提供する、うん、で皆さんがライフデザインをこう、まあ、叶えていく、うん、そして子供さんが生まれる、うん、その生まれてきてくれる命に私たちは投資をしてるわけ、エネルギーだったり。あ、うん、先生、じゃあ本当にこう、うん、接着剤としてですね、うん、男女の出会いをプロモーションしてるだけじゃなくて、その先見てるんですね。じゃあもちろんですよ、ゆりかごから墓場なんだよ。当たり前じゃない。高校生にもライフデザインを教えに行ってるけど、ライフイベントの一つなんですよ、結婚ってね。だからあんまりそのハラスメントとかいろいろ言われるけれども、その色っぽいものとしてね、捉えすぎ。結婚しろしろとかいう世界、それはハラスメントになっちゃうけど、そうそうそう、したい方は した方がいいですもんね。だって願望ある方向けの純粋なサービスですから、全然ハラスメントになってないでしょ。はい、うん、でも困ってる人たちがいるわけですから、うん、まあ固い言葉で言うと不本意未婚っていう人がいるわけですよ。あの不本意で未婚になってるんですね。だから出会いがないとか、お仕事が忙しいとかね、そういう方々を純粋に応援するっていうのは
少子化対策につながるので、まあ、もちろん子供を産め増やせっていうだけが目標じゃないけれども、うん、やっぱり幸福度が上がっていくことが一番いいじゃないですか。はい、実はね、うん、僕あのちょうど1年ぐらい前になるんですけど、うん、僕も初めてね婚活セミナーの講師みたいな、うん、はい、ときめき出会いプロジェクトの、うん、そう一応僕が、まあ、ゲスト講師というか第1弾ね、第1弾で第2弾で来られて、そう、本当そこでお会いしたかったんですけど、うん、まあ、そこでコラボでね、多分皆さんご存知だったかもしれないんですけど、やっとこうやって会えましたから泣いたでしょ聞いてるよ号泣したってね、ヤフーニュースにまではならなかったけど、なってない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 、なんで泣いたの知ってるんですか。いや、なんかすごく良かったって言って、やっぱ口コミでね、あの窓口さん の, そのほら自分のプライベートの話とか、あと奥さんへの感謝の気持ちで込み上げてきて、あ、まあ、そう、妻からのサプライズ手紙とかもあったりとかしてね、そうそう、とってもいいセミナーなんだって。でも私もね、実はそれいいことだと思ってるんです。みんなね、自分たち の, その結婚してよかったっていう話をしないの、日本人って。あ、なんかちょっと恥ずかしかったりね、抵抗が、うちの鬼嫁がとか言った方がなんかウケるみたいな空気ありますけど、いや、うち仲むつまじいんですよと、子供も可愛くてって言ってもいいですよね。いいのに言った方が結婚への夢も、はい、あの子供たちが持つんですよ。だけどそれ言わないからどうかなと思ってたら、窓口さんが号泣してね、語ったっていう話を聞いて、そう、その時思ったんですけど、あの、うん、若者たちって、うん、もう付き合いたくない、うん、結婚したくないっていう世代って、こう僕もニュースとかでそう、うん、植え付けられてたんだけど、うんうん、実際行ったら、うん、めちゃくちゃ結婚したい若者たちに溢れてるんですよ。あ、したい人いっぱいおるんやと。ただ今の世の中、うん、若い人たちにお金をあげてないでしょ、あんまり、うん、その低所得であったりとか、あの、まあ、非正規雇用とかね、だから自信がないわけですよ。だから結婚したくないんじゃない、結婚に進めないっていう事情を、うん、今の日本では作り上げちゃってるから、それも問題なんです。これ実は僕が何気にやってるこの大分県の魅力を発信するチャンネルなんですけど、うん、その大分県で家族が夫婦が仲むつまじくとかやってるのって、うんうん、実はそれって、うん、あ、こういうことに結婚したらなれるのかなっていう、そうそうそう、プロモーションにはなってたんですよ。なってる、そんな意識なかったけど。だからね、窓口さんももう少子化対策にもう関わってる、一石投じてます、投じてる、本当一石どころじゃない、そんなに暑苦しいぐらい子供の写真を上げてるんですからもっともっと皆さん言わないといけない。だから私全国回ってもうそういうこう機運を高めてる。だからもう目標は日本の恋愛温暖化ですから。もうちょっと今何個目、今4か5は言ってるから、4か5。この人たちだって彼女いた方がお仕事にアグレッシブになるっていうちゃんとデータの裏付けも取れてるんですよ。だから一人で寂しくてなかなかもう人生楽しくないなと思えば、やっぱり日本の生産力が低下していくわけよ。ちゃんと子供たちにもその性教育と同時に結婚教育みたいなものもきちんとしてあげて、夢も持たせてあげないといけない。それを実際今高校で、さっきおっしゃったようにやってる。これ大事な授業じゃないかな。大分でもやらせて。え、大分まだオファーないですか。まだない。行きますよ。おい大分県。おい大分県。そんなこと言うの。あ、大分県様。今日本当に聞きたかった本題はね、うんうん、そのモチベーション、うん、20年間に2000組をくっつけた、うん、それは絶対人間疲れるじゃないですか、うん、仕事することがパワーだといったところで、うんうんうん、そのじゃあ何をきっかけにね、なんでここまで頑張れるのか、うん、そこがやっぱ僕正直聞きたかったところなんですよ、うん、もうね、子供の頃から OSKI、 日本語で言うとおせっかいねこれは名言から消しといてください。いやいや、今の入れてよ今の使ってよ、うん、OSKI というかね、子供の頃からやっぱりその誰とかちゃんが誰とか君を好きって言ったら、もうやっぱりこう間に入ってあげてたんですよ。体育館の裏とか渡り廊下とかでね、ちょっとこう引き合わせたりとか。でもちろんその時にそれを生業というか仕事にしようなんて思ってませんよ。それを生業と思わないと思ってない。さすがにね、進路指導の先生にそんなことは言ってない、うん、だけどもやっぱりこう大人になって、こういう仕事もあるんだとか、婚活って言葉が生まれたのが13年ぐらい前なんですけど、その時にはもうすでにやってたんですよ。そう、20年やってんだから、うん、世間が婚活ってワード出る前からやってた、うん、おー、やっと時代が追いついた、パイオニアやその自分のおせっかいな気性が、まあ、性格が合ってるんだなって思って、うん、この仕事をしていくとどんどんやっぱりこうくっついてくれるわけですよ。
まあ、接着剤と言われてるけど私は接着してる感覚はないんだけど、だからうまくいくとみんなやっぱり楽しくなるじゃないですか、うんうんうん、だってね、窓口さんだって爆笑を取ると楽しいでしょ。あんま経験ないですけど経験ないですけど、まあ、数回でいいならば、うん、あの時のエクスタシーというか、う興奮はやっぱり、うん、はい、だから辛くはないでしょ。そうですね、だって原動力になるでしょ正直。だからそういう意味ではカップルができて、うん、子供さんが生まれましたとか、あと結婚しましたとかっていう、そのね、嬉しい報告とかが、嬉しい報告が私のまたガソリン満タンになって走り続けられるっていう、うん、なんでくっつくんですかね。それは私も分かんないけど、ただやっぱり荒木メソッドって言われている、はい、あの結構レクチャーがあって、男性には男性のアプローチ、女性には女性のアプローチがあって、はい、それを事前セミナーで教えるんですよ。そうするとみんな意識改革して、やっぱりあの婚活がはかどる、やっぱコツがあるの。学校では教えてもらえないけど、ほうほうほう、塾で教えてもらったら方程式が解けるようになった経験がみんなあるでしょ、うん、そうですね、はいはい、あれと一緒。あ、単純に出会いやえいっちゅうもんじゃないんや。そう、だから大分県さんとか大分市さんとかもその私にオファーをいただくと、そういうレクチャーをしてから、うん、皆さんには婚活の土俵に立っていただくので、初心者さんほど大歓迎。不本意未婚の方、不本意未婚の方々は、うんうん、まずは一回セミナーに行く。そうそうそう、まあ、セミナーと出会いの場がもうセットになってるので、あ、そうそう、大分市さんとか大分県の、そう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 、そうですね、うん、まず、あ、はい、そう、まずセミナーがある、そのまんま流れで出会いの場がつながってるというのがあるから、うん、そこでやっぱ、はい、そっか、先生はそのメソッドがあるというところがポイントなんですね。 それが私の一番の特徴かもしれない。これはここじゃ言えませんもんね。出し惜しみしとくお忙しい中、本当にあれでしたけど、また本当にもう、まあ、大分を中心といったところですが、日本全国の幸せな方々を生んであげてほしいなと思いますし、ちょっと大分に肩を入れてくれたらいいなとは思います。一応マイベストプロ大分に、そうです、登録してるので、それ間違いないですよね。何かあのご相談事があったら、あの登録申し込みフォームからご連絡いただけるので、はい、ぜひあの一人で悩まないで、うん、あの力になります。リストなんか最後メガホンで、ありました、視聴者の皆さんに一言なんかもらえますでしょうか。先生、婚活はハートの筋トレです。先延ばしは自滅の刃ってちょっと厳しいこと言ってるけれども、自分のね、理想のライフデザインを実現するためのリスクマネージメントなので、ぜひ始めてください。ちゃんとすぐ言えるんやな。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。先生のね、あ、カリスマ、はい、うん、スマありがとうございました。暑い。大分縁結ぶ。ズバリ婚活とは？婚活はね、ハートの筋トレ、脱受け身ね、先延ばしは自滅の刃。婚活の迷子になっている人ほどサポートセンターを頼ってください。大分縁結ぶで検索。大分縁結ぶプロフィール写真編。このプロフィール写真じゃダメですか？いや、トイレで自撮りはないでしょ。プロフィール写真は出会いの玄関先、玄関から家に上がれるかどうかがかかってるの。ちょっと前の写真だけど今も変わらない。いや、盛りすぎは自分の首を絞めちゃうからね。可もなく不可もなくが重要です。可もなく不可もなく。